あれ見てみ、だって俺もすごい気づいてるね。何？あのウィスパーの手つきめっちゃキモいこと。そういう観察眼は持ってんだからさ。いいとこ目つけんじゃん。いやうねうねす、いやいやいや、いやうねうねすな。いや先輩もうねうねすな、お前指うねうねすな、ちょっときしえからねえ、指うねうねすなって、ちょっと顎をさわさわすな、おい懐くぞおい、ほら顎ジョリってんじゃねえ、気持ち悪い、触っちゃったぞ俺が気持ち悪いやっぱ。どうも、美容子チャプチャプブラザーズのナナコです。え、なにこれ、もう撮ってんの？撮ってますよ。バー今日はね、久々の夜ゲラポだから。先輩、今日はもう朝から何時から仕事して？朝今日はね、6時半起きで仕事始めて、ね、今が10時半か11時ぐらいか、1時に、もう11時半だよ、うん。俺は元気、俺は元気。あれ ？I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. いい聞かせ、いい聞かせ。元気ドーピングさせてくれ、元気ドーピング。元気ドーピング、ちょっと無理やりでもいい聞かせて、脳みそに直接電気を、脳みそに直接電気ぶっ放して、ハイにして。ブルルルルさあ、今回がですね、元気注射ですね、うん、あの消えかけているあの娘、未来の娘と、あと消えかけているあの息子を、息子、うん、息子、まあ、あの弟さんね、ほら、うん、今消えかけているこの娘と弟を、うん、あのちゃんと存在を元に戻さなきゃいけない。ああ、でもこれテレビの調子悪いんじゃないの？おい、叩くのバカバカ、ちょっとバカ伸ばしておい。今おいおい、今画面一瞬青くなったんだけど本当に叩いて画面一瞬青くなったんやけどねえ、妖怪？いや、妖怪じゃねえ。そういうストーリー、そういうストーリー。おい、妖怪テレビ叩き、おい。妖怪テレビ叩き、じっとしといて元気じゃないんやから、今日は疲れてんだから。テレビってなんか、調子悪い時叩いたら治るっていう。ほら、なんかさ、娘のとこ白いドットみたいなのできてない？だから、それ仕様だから。仕様だよね、それ仕様だよ。本当に？なんだったら一回テレビ消して、もう一回ネジ回して調整してみろよ。いやだよ。ねえよ、ネジ。わかんないけど、あ、でもそろそろあれだな、力道さんの試合始まるから、こんなゲームやってる、あ、そうですね、ちょっとなんかでっかいこのなんか銀色のなんかのハンドルみたいなの回してチャンネル変えないと金庫開ける時のやつみたいなあ、早くカラーにならないかなねえカラー、早くカラーで見たいな。あ、なんか近所の電気屋に入荷したらしいぜ。みんなで見に行こうぜ。マジっすか、うん、でも俺ちょっと、カラーのテレビ買うためには、嫁を質に入れないと手に入らなさそうですけれどもね。だろう、女なんて、そんなもんだろうか。あ、光った。なんか体がスースーする。空気が通り抜けていくみたいな。これは本格的にやばそうだぞ。早いとこなんとかしてやらないと。名乗りゴリラくん、絆をつなぐものって誰なのか心当たりないんですか？そんなのないって言えば俺普通の小学生だもん。というわけで、この未来にいる、名乗りゴリラの絆をつなぐものに出会わなきゃいけないと、うん、あー、でもなんかレクター怪しくね、さっきからずっとなんか手になんか握ってる気がするんだよな。え、なんか握ってた今レクター。なんかね、ピンク色のボタンみたいなのも握ってた気がして、なんかそれを押した瞬間になんか娘がピンク色のボタン？ルチャルはおいおい、さすがにおい、妖怪ウォッチの対象年齢聞いたことあんのか、おいおい、さすがに、さすがにダメだ、さすがにだよね、俺の娘が調教されてるの見たくないよ、やめろよ、何ね、先輩体力が今疲れててさ、うん、面白いことが言えないのはいいよただ言っていいこととダメなことがあるでしょ。本当そうだよな。あ、これ元ガチャあったと思う。そうです、そうです、ガチャガチャ。つうか、そっか、現代に戻ってきたんだ。なんかさ、ガチャガチャ溜まってなかったっけ。一回さ、回してみようよ。ああ、そっか、よし、ガチャコインと一つ押しコイン。え、なんかすごいレアな、いや、だからこれどれかが手に入るってことだろ。おえい、大吉だったらなんかあれですね、あの黒鬼瓦欲しくない？欲しい。っていうかさ、あのコーンは金色のやつじゃないですか、うん、それはわかるんだけど、エマ？エマは何？エマも直接仲間になったりするってこと？だとしたら激アツじゃない？じゃあとりあえず先にガチャコインから引きます。オッケー。2個あるから。そうだね。はい。
引きます。はい、もうこれ取り返しつかないよ今セーブされたからもうこれ以降先輩が異様につまんない話しても我慢するしかないからねウェイ、あ、中口、いや、とととと、すげえ、なんか俺の中のケンシロウが出てきちゃった急に。いや、たた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 やったいいよね、五つ星の悪って相当いいじゃん、大吉の次じゃん、めちゃめちゃいいよね。ちょっともう一回引いてみよう、うん、いやあたた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 たダメだった。バクの枕だって。まあいいよ、今末吉引いたのは、うん、このために今ちょっと、まあね、ラッキー貯金したから一回ね。いいよ、こい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 、はい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 、はい、いくよ、はい、引くよ、はい、ギリ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 、おおお引くよ、おお引くよ、おお引くよ、おいうフィッシュ、あれもしかしてグランダスですか、武蔵間違えない、ちょっと2匹消防おい、消防2匹目のハッシュタグタピオカ仲間になっちゃったよ。2匹目、井戸の井いいよ井戸の井、一瞬何のことやらに現れたハッシュタグコウモリ汁どっから撮ったのよどっから撮ったのコウモリ汁は、女子高生の間で流行ってるというハッシュタグコウモリ汁、コウモリ汁今日からお前はハッシュタグコウモリ汁だいいな、ハッシュタグコウモリ汁。なんか渋谷の女子高生とかがコウモリ捕まえてストローさして汁飲んでるって汚ね汚いとかでもないな、怖いな、もうそれは何なんだ一体おー、ジャニー、ゴーゴーゴージャニービーゴーっていうギターのやつでしたの、あの子さん、テンション高くないおいなんでテンション高いの、いやいや、おめえが今、バックトゥザフューチャーネタ言ってきたから俺、バックトゥザフューチャー好きだからさあ、ちょっとのさ、この道さ、そんな言われたすげえストレート、なんかちょうどデロリアン飛ばしたら、おい、これ88マイル、ドゥンドゥンドゥンドゥルルグルンルンルベベベベベベベ、ちょうどこの鳥居のところで雷がバーンって当たったところがバチーンってこうエネルギーに帰って未来に帰ったりね。奈良子さんテンション高くないいや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 、おめえが今バクトゥザフューチャーの話したから俺が乗っかっただけなのにさ、ちょっと俺ついていけないわ。おい、ついてきてくれよ、俺のテンションの高さに。あれ？これ学校？学校だ。あれ？大砲オタマじゃん。この人たちだよね、俺の友達。スネオとジャイアンみたいなやつ。スネオの髪型をしたジャイアンみたいなやつが。あ、名乗りぐらいじゃん。これからカンチの家でゲームやるけど来るかい？確かに、クマとカンチ大親友なの。でもカンチはね、ずっと音楽聴いてんだよ、これ。何も俺らのこと聞こえてないんだね、これバリバリのメタル全然聞こえないよ、下水道ボイスで。なんなら鼓膜ちょっとやられてるから、あ、もう鼓膜最初からねえから感じ何聞いてんだよ骨伝導で聞くな、骨伝導ずっとピーナッツ詰めてたからなになに、にらめっこでもやるほら、やっぱ何も聞こえてないし話全然合わない、聞こえてない誰もにらめっこの話なんかしてなかったのに。あれ見えてんのかな、名乗りゴリラくん大丈夫、私消えかけてるんですけど。そもそも見えてないんじゃない、あ、二人とも見えてない、やっぱそも見えじゃん、カンチさんとクマおじさんか、ちっちゃい時私向こう遊んでもらったっけ、嘘、仲がいなかったけど絆をつなぐものはこの二人じゃないみたいな、何したそうそう、てかそも見えなんじゃないの、んほら、そも見え、うん、そもそも見えてないっぽいな、二人からも見えてないですよ、その透けてるとかじゃなくてよ、うん、なんで、だ俺たちはやっぱりその絆を繋いでるから見えるんだって、あー、そういうことか、関係ない人には見えないよ、だってそうだね、名乗りゴリラも見えてたか、そうね、まあでもまああれだろ、あの未来娘が、うん、あの熊おじさんとカンチ、うんうん、
あのちっちゃい頃すっごい可愛がってもらって、うん、すっごい遊んでもらったけど、うん、未来的には絆は全く感じてなかったってことだけでしょ。そうなんですよ、うん、熊本さんから可愛がっていろいろねお小遣いもらったりとかしたんですけど、そう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 、あのいろんなとこ連れてってもらってね、うん、ただ絆は全く感じてないから、感じなかった、娘の育て方間違っちゃったからな。でも熊おじさんも娘のこと性的な目でしか見ない。最悪じゃねえか、最悪だよ。何なんだ一体、絶交しようぜ。今のうちに将来の娘に手出そうとしてるから。おなんか久しぶりの我が家だ。ちょっと待って、どうした、自転車見せて。あれこの世界の自転車、うん、車輪おかしくね。なんでこういうの流行ってんの。あやった、自転車ゲットした。おお、ナイス。やったやったやった。やった、俺のアシストは。ほんとだ。この世界では生活保護じゃないでしょ。え、この世界でも生活保護って先輩から聞きましたよ。ああ、そうだ、じゃあそうだ。ゆるい設定。言いっぱなしだから。あ、お父さんお母さん久しぶり。お父さんあんま似てないな。ん？お母さんなんか見たことあるの？ん？んどうした名乗り声でそんな真剣な顔して。だってあ一番初パートまでお母さんにも会ってますからね。あそっか、あそっかそっか。絆をつなぐものって俺の大事な家族、お父さんのお母さんのことだよね、きっと。そうだよね、お父さんとお母さんだって、まあ、絆あるはずだから。特に話はないんだけど顔が見たくて。ん、あれ見ない娘さんどこ、え消えちゃった、あいた。30年前のおばあちゃん若い、おじいちゃんも元気だね。似顔絵の宿題だったら美人さんに書いてちょうだいね、うん、あ、やっぱお父さんお母さんも絆をつなぐものじゃないと。ん、どうしたの先輩、首相の顔して。ええ首相の顔、首相の顔、ちょっと待って、いろいろそれが気になってどころじゃ。首相の顔、首相の顔って言わない、どういう字書くやつ。何調べてるの、なんでエロ画像調べてんだよ。やだ、何エロ画像調べてんの、恥ずかしい。首相で調べたんじゃねえのかよ。あ、首相の方か。何調べてんだよ、俺も見せて後で。そっちか、えこれ、あ、これ違う、首相の顔、首相の顔どれ、ほら、けなげなこと、もっともら、神妙にして、神妙にしてたじゃないですか今、神妙な顔してたじゃないですか。合ってる。首相の顔。首相顔。首相な顔つき。うん。神妙な表情。神妙な表情してたじゃないですか。ごめんな、疑って。合ってんじゃん、おい。合ってんじゃん、言葉ですか。ごめんな、俺の方が国語力高えんだからさ。本当に恥じて。先輩。ん？先輩。なんかさ、ずっとガン見されてるんですけれど。あ、そいつただのパワー系レイパーだから大丈夫。パワー系レイパーもうとはもう男女の境なく子供とミリア襲いかかる変質者よ。妖怪より怖えじゃねえか。妖怪より怖えじゃねえかよ。首どこ行ったんだよ、こいつ。パワー系レイパー、おい。首どこ行ったんだよ。なんか言うことねえのか。真夏だね、暑くてもうシャツがびしょびしょだよ、怖え。逃げなきゃ。逃げなきゃ、逃げろ、追ってくる。ゆっくりと追ってくるよ。あ、ハテナついてんの。よろまだ、久しぶり。ここにいるじゃねえの、運命の子。運命の子っていうかあれかな、受け流しザルちゃんかな。ザルだね、よいしょ、ザルだね。あれ、なんだジバニャン、んなんだこの新しいジバニャンは。ああ、あれジバニャンの脳をいじってロボトミー手術した。ロボニャン、ロボニャン。お前がロボニャンじゃん。トミニャンでもいいけどね。トミーの方取るの。おっと、名乗りゴリラさんではありませんか。チワッチ、チワッチ、かわいい挨拶使ってこい、俺たちも積極的に。稲穂さん、チワッチー、チワッチー。絆をつなぐものって稲穂さんのことかな。俺と同じ妖怪の友達がいる子だしって言われても俺は初めて知る。急に誰、そんな子がいる。
ってたよ、またあの原作知らないとついてこれない設定まあちょっと俺たちが見れて、俺たちがコロコロコミックに出てきてないからな、まだ買ってるやつにな、しょうがないです。あ、どうする、またデンジャラス爺さん読むくだりやるくだりって言うな本気で読め、デンジャラス爺さん読むんだ本気で読めって何なん、そちらにちょっとお化けっぽいお姉さんは、あ、見えてんの、見えてんの、新しい友達妖怪ダニ、あ、ダニ妖怪です、ウサピョンって書いてる、あ、ウサピョン、うん、USA って書いてウサピョンって書いてるんで、うん、あの敵国の天野名乗りゴリラの未来の娘、未来娘と申します何や、未来の娘、未来娘と申します、うちも不思議ちゃんだな、どうもどうも、私は全方位オタクのみそら稲穂と申します。いや、わちわっちって言わねえのかよどうもどうもじゃないよ。で、名乗りゴリラさんの娘さん、何これ、どういうこと、一応普通の人間なんですけど、いろいろあって体が消えかけちゃってるんです。すげー、うん、オタクタイプの子なのかな。あ、全方位オタクって何、全方位オタクはどっから見てもオタクなんですよ、好きなし、一切の好きなしのオタク。あ、そうなの、うん、なんだか知ってる、そっか、じゃあもしかしてだけど君って電光石火時代読んでるやばい、オタク会話さ、第2期の作画についてはすごい語りたいことがあるんだよね。オタク会話が始まろうとしてる。今度のコミケにも電光石火時代の作画についての考察をさ、ぜひさ本に出したいなと思ってるんだけど、あ、すいません、私電光石火時代は知らなくて。にわかじゃねえかよオタクキャラつけてるだけのにわかじゃねえかよ。可愛いね、でもね、実は俺未来娘さんを助けるために絆をつなぐものって人を探してるんだ、つないでつないでつないで、稲穂ちゃんつないで、何でもカップリングしちゃってピーンときた独特の目線で見るな関係を、おい、ピーンときた、それっていわゆる SF 的な話の過去のせいで未来が変わっちゃうってやつですね、グーン、ちょ、腕曲げるときにグーンっていうのやめて、なんで、ね、分かりづらいから、ただのグーン、腕曲げるときにグーンっていうのやめて、それそれで、今まさに私それのせいで消えかけちゃってるの、うひゃー、未来人のそんな瞬間が見れるなんて大興奮なんですけど。でも全然具体的な話しねえな、こいつやっぱにわかだな興奮してる場合じゃないダニ、急がないと本当に消えちゃうダニ。ウサピョンも実はこれダパンプオタクって名乗ってるけど USA ぐらいしか聞いたことなくてミーハーだからとりあえずつけた。こいつダパンプに最近ハマって、最近ハマって、全方位オタクになってるやつ。前までピョンだったの、前はピョンだ、前はダニピョンだったの、前ダニピョンだったの、ダニ妖怪だから、ダニ妖怪、ダニ妖怪って何え、じゃあ、あのなんか手に持ってるあれってレーザー出す武器じゃないの、あれ人間の血を吸い取るレーザーだから気持ち悪い妖怪出すな、そんな妖怪、めっちゃ痒くなる。せっかく話せる人に会えたのに、はぁ、ちょっとショック。そうだろ、せっかく電光石火時代について話せる人にようやく出会えたと思った。俺もせっかくダパンプのご機嫌だぜとかコラソンとかさ、クレイジービートゴーゾーンとかさ、ダパンプが知性じゃねえかウィーキャストオブザミュージックとか話せると思ったのに、畜生、全方位とか言ってるけど、ケンとユキナリと忍とさ、一切の4人時代の時の話ができると思ったのにそんな考えじゃもうダメージダメージよ。全方位とか言って本当何でもかんでもただ浅くかじってるだけの本当矢口系のやつなんだよな。いいじゃん別にそれは、それ楽しんでるんだったら。いや、大学時代に地獄見るぞこいつな、オタクですとか言ってさ、可愛いじゃん、シュワッチ。ゴリラくんの両親もクマくんも稲穂ちゃんもみんな正解でしたね。早くしないと娘ちゃんが消えちゃうよ、絆をつなぐのって誰なの。なんで受け流しざる言ってないんだよ。うん、しかも大切な人ってヒントまでね、うん、出したね。娘もさ、それ調べくれてないで、お母さんに会いに行こうよとかさ。まあ名乗りゴリラは女の好きなことも含めて女のこと大切にしねえからな夫女の子のことを大切な人にならないんですか。名乗りゴリラは結婚して、うん、恋人も結婚相手も、うん、基本女性を大切にしない男だから。そっか。ちなみにクリスマスプレゼントとか、うん、多分ザルちゃんとかは、うん、名乗りゴリラのために、うん、なんか思い出に残るものとかで、うんうん、これまで一緒に撮った写真をアルバムにしてプレゼントしてくれたりとかすると思うんですけど、うんうん、名乗りゴリラはクリスマスプレゼント何返すんですか。いや、もう普通にそれもらった瞬間に、うん、なんだこれ質屋に入れれねえじゃねえかってもっと金になるもの買ってこいっつって、そういう言葉を返すだけ。自分はプレゼント渡さないですか、クリスマス。ああ、クリスマスなんだろうな。
思いつかねえな。簡単に降伏しますね。正直ポツダム。おい、面白ポツダム宣言すな、おい。面白ポツダム宣言。ポツダム宣言いじるな。ポツダムをいじるなよ。8月15日。いじんじゃないよ、ポツダムを。面白くなかったことで。あれ絶対不可侵だから。耐え難きを耐え、しのび難きを忍び。その辺いじるな。え受け流したんじゃんそれって、もしかして、ね、受け流したるちゃんは俺のクラスメートで、スキップ、え、あー、よかった、気になってるこにゃ、なに、ちょっと、あの、ザルちゃんはザルちゃんで、またあの、虚空を見つめて何してるの、ちんじゃんで、仁王立ちで、怖くない？マネキンキンじゃねえかよ、くだらねえ。ナナリゴリラくん話しかけてみましょうよ。ドロップキックして。あ、もう絶対そうだ。あ、もう完全にマネキン。マネキン、マネキン。もうドロップキック。はい、先輩の予想が完全に合ってました、ね。もう、なぎで、なぎなたでなぎしちゃおうぜ。なんか違うな。もういい、もういい。地獄の豪華で燃やしてやろうぜ、これ、マネマネキンキンじゃなくない？マネマネ？これ、あれじゃない？なんか、妖怪ウォッチ体操じゃないの？これ？うん。妖怪体操ってこんなだっけ？妖怪体操をやってるんじゃないの一生懸命。妖怪体操って知らない？いや、ヨーデルヨーデルでしょ。なんかほら。なんかいんな。ほら、これ、ヨーデル体操の時に言うやつじゃないの？なんかいんな、これ。これそうだよ、絶対。ちょっと、ザルちゃん大丈夫？あ、でも話なんで。タッチアップ、タッチアップ。ダメだ、こいつ。話通じない。いるね。え、A って出てるよ。何が？ A？ うん、ほら。こいつが A なんでしょ。いける？ A ランク妖怪。A ランク妖怪？ほら。やべえ。やびゃ。やびゃーな、これ。まあ、でも今んとこさ、俺たちには松島智子もスライムおっぱいもいるやん。そう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 。スライムおっぱいって B ランクじゃなかった？いや、スライムおっぱいはね、E ランク。お、ブリー隊長だ。これは知ってる、なんかアニメとかでエンディングとかに出てきたやつじゃない？確かに。まあ、A だけどいけるか。松島智子 B だけど楽勝だったもんな。そうそうそう。ちょっと仲間にしたい、うん、このデカ頭倒す、ね、このブリー隊長仲間にして街中の女にタッチアップやらせましょうよ。見つけた女で興奮するぜ。ビクトリアン久しぶりだな、ナノリゴリラ。お前も一緒にエクササイズしたいのか。あ、悪いやつじゃない。そんなことでブリー隊長、俺受け流されたと話したいんだけど。わっはっは、そいつは無理だ。何しろ受け流されちゃうわ。今マンツーマンレッスンの真っ最中だからな。そっか、別にこれシャドウサイズじゃねえのか。おい、お前も、ま、お前もレッスン誘われちゃったらさ、誰が実況進めるの。おい、タッチアップ、おい、タッチアップ、タッチアップ、奈良子さん君立ち上がって、タッチアップ、タッチアップ、ボー、タッチアップ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 、やるんじゃねえよ。なんで立ったんだよ。ただ立っただけ。やれよ、日、2、3、ポー、やれよ。ギリギリのところで耐えたんだ。立ってるところまで。取りつかれろ。お前取りつかれろ。取りつかれろ。俺とバトルでエクササイズだ。あれ、額になんて書いてある？ん？あの、クリー隊長、なんか漢字書いてある。え、なんかこれ漢字じゃなくない？あ、いや、カタカナのハって書いてある。なんでだよ。わかんない。なんでカタカナの、書いてんの、カタカナのハって書いてんだもん。本当だ、カタカナのハって書いてる。知らねえよ、カタカナのハって書いてるから。わかんないですよ。さあ、戦じゃ、するぞ。お、力持ち。力持ち、かわいい。なに、めっちゃかわいいじゃん、力持ち。力持ちが進化したら、になるのかな、シャドウサイズなのかな。あ、毒舌発動してる。ちょっと今回俺らさ、多分全員炎系だからさ、うん、あ、確かに。相性いいんじゃない。ブリー隊長って相性いい。あ、じゃあ、持ちが相性いいのか。あの、ブリー隊長、でも持ちが。出たー、はい、出たー、おっぱいスライム。スライムパイオツ。スライムパイオツ、ドラゴンモード。ドラゴンおっぱい。羽の生えたドラゴン。すげえ、てかむちゃむちゃ強くない、うちのドラゴンおっぱい。一瞬じゃん。あらー、つか弱。いや、相手が弱いのか、俺たちが強すぎるのか。俺ら強すぎる。あ、コウモリ汁がめちゃめちゃ強く、めちゃめちゃレベル上がりましたよ。なんだよ、コウモリ汁って。おめえがつけたんだよ、名前。
あ、嬉しい。ビクトリー、あー、ビートキャンプは俺たちの絆だ。ヒエーポン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 受け流されちゃうレッスン、また今度だな。じゃあ、アバイよ。絆ってさ、あ、ほら、仲間になんないじゃん。あ、これ本物のザルちゃんじゃん、やっぱり。ウィスさあ、お話ができるようになったわけですが。ん？あれ？やばいやばい、ほんな、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 きれい。ダメだよ、こっちで戻ってきて。そんなこと言っても体かかって、ちょっと、きれいって何？ずっと見てられない。花火じゃないんだから、怖すぎる。きれい。きれいだよね。なんかすっごく、これガラス玉に入れて家に置いときたいよ。スノードームみたいな。スノードームみたいな。これ手つけると思い切りビヨ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 ってなるやつ。そんなに？あの、電気のさ。あ、受け流しザルちゃん、どうしたのそんなに慌てて。あ、え、あ、戻った。あ、戻り中だったってこと。この人どこから、いや、もうギリギリのタイミングでこの二人が会話したから帰れたんでしょ。いや、戻り中だったんじゃない。そうなのかな。すごい奇跡でウィス、まさか受け流しザルちゃんが救世主だったとは。ってことは、ってことは、星とハートで、え、え本当にありがとう。受け流しザルちゃんは俺の女神だよ。ミューズだよ。でもまだ赤パンチャンスあるよ。私の名乗り声、いや、もうやめて。もう赤パンじゃなくやって、もう絆繋いじゃったから。まだ赤パンチャンスあるよ。もう絆繋いじゃったから。絆繋いだ後で赤パンでしたはもうトラウマになっちゃうから。むしろ俺は今、赤パンを望んでいるよ。なんでだよ。未来娘より。やっぱり受け流されちゃう、私のお母さんだったんだね。え、ということは、あった、未来娘さん、このことは名乗りご楽には内緒ですよ。んえ、どうして。こう、今からそういう風に意識しちゃうとまた未来が変わってしまうかもしれませんから。確かに。え、じゃあ、っていうことは、ん、未来の奥さんってこと。未来の奥さん、名乗りゴリラの奥さんがザルちゃんってことが確定しました。今回おめでとう。くそ、赤パン狙ってたのかな。なんで赤パン狙うんだよ。狙うな、赤パンを。つうことは未来の嫁ということで確定ですな。ですな。未来の嫁ということで確定ですな。カメガネ食いってすんな。二人気にされちゃった。これでもまだわかんないでしょ。何が赤パンかどうか。いや、もうわかっ、しつこいなぁ、もう。いや、でも、赤パンじゃない。二人が、なんだ、まあ、いい頃、いい年頃になってさ、初めて二人でさ、今日、俺ん家泊まってくみたいな。やだ。でも、みたいなさ。またね。で、二人部屋入ってさ、うのやってさ。うのやって。うのやんとかね。若者の遊びに疎すぎませんか、先輩。うのやんね。うのやんねえよ。うのやんのよ。俺も元カノとうのやったことない、二人で。しかも、うのやって。今はうのやって。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 うのって言ってないとか言ってね。そう。いや、泥を溜めすぎじゃないとかやってね。そう。で、二人じゃつまんないね、みたいな。そうだね。つまんないと思う。そろそろ寝るみたいな。って。電気消していい、電気消していいっつって。で、初めての夜ですよ。ショーやね、カップルショーやね。スルスルスル、あ、脱がしちゃって。赤ふんどし。マネマネキッキー。地獄じゃねえか。やったってなんなんだ一体。